じゃあ始めていきたいと思います。アベンジャーチール3年目夕方の部ですね。スポーツ部門担当中澤です。よろしくお願いします。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 はい、この、スクールスポーツの方は運動不足を解消するというのをテーマに、毎日皆さんと一緒にトレーニングをして運動不足を解消してるんですが、ちょっと今日はですね、この自粛期間が長くなってしまって、及川さんが自宅にいて何をしてるのかなっていう。自宅に何をしてるのかな。で、どういうことをしてますか。ゴロゴロしてます。あと、どちらかというと寝てることが多い感じですか。あ、家にいるときは多分寝てることが多いかもしれないですね。椅子に座ってる、でも椅子に座ってると寝てるが、比率が多くなりましたよね。ああ、そうなんですね。4時間ぐらい歩きに行きましたけど。外にですか。上野公園をちょっとお友達と散歩してきました。ああ、人いました。結構いいましたね。そんなぎゅうぎゅうじゃなかったですけど。ああ、4時間はすごいですね。結構回って、ちょっとお酒飲んでまた回ってみたい。散歩。ちょっとしたストレス解消ですね。ね。気分的には大事なんで。そうなんです。やっぱりそうですね。大体皆さんに聞くと寝てると座ってるっていうのは他に立ってることって家であんまりないと思うので。ないですね。となると、やっぱりその活動量がすごい低下してくるっていう感じになってしまうので、そういったところで、こちら一緒にやって、30分の時間には なるんですけど、しっかりトレーニングを積んでいけたらと思いますので、本当はよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。では、ここから音声をミュートにしていただいて、はい、ちょっと、及川さんバージョンでやってきます。ありがとうございます。はい。まずは、ウォーミングアップからいきましょう。では右足前に出していただいて前からにします。でこのままぐーっと上げて後ろに持っていきます。1、こちら5回いきます。ぐーっと入ってきます。2、3、あ、いいですね。4、ラスト。はい、OK。では、この右手を開いていきます。1、2、3、4、ラスト。はい、OK。では、そのまま、右足のままですね、両手を後ろについて、裏を伸ばしましょう。裏をしっかり伸ばして、左手ついて、右手を開きます。1、はい、戻して、裏、前、背骨を動かします。2、OK、後ろ、前、3、前、4、ラスト、前、5、はい、OK です。では、今度は左足いきましょう。左足を前にして、前からします。で、上にぐーっと上げていきます。息を吐きながら、ラストいきましょう。はい、OK。ではこのまま左に開いていきます。ぐーっと開いていきましょう。1、2、
はい、OK。では両手を後ろについて、出た、頬の裏から膝裏ふくらはぎ伸ばして、右手ついて、左手を開きます。後ろ、前、裏、右、後ろ、前、裏、後ろ、前、開く。よいしょ、ラスト行きましょう。前、はい、OK。いいですね。では、次、ちょっと股関節伸ばしていきます。四つ這いになっていただいて、手は体の近くに持ってきていただいて、足を肩幅に開きます。で、このまま背中を丸めないでいただいて、お尻を引きます。こんな感じです。そうです。ここで畳んでいく感じですね。で、戻す。股関節をぐーっと畳んで、ね、お尻がかかとにつくような感じで、ぐっと。はい、戻す。はい、もう一度。ぐーっと。足は死に足にしましょう。ペタッとつけちゃいます。はい、ぐーっと、次。目線をなるべく下げないようにします。そうです。5。はい、OK。では、今度その状態ですね。今度は手を前側について、お尻をぐーっと後ろに持ちます。背中を伸ばしましょう。その状態から右に移動。1、1、1、1、左の背中伸ばします。はい、OK。 反対いきます。1、1、1、はい、グッと伸ばして、はい、また戻りましょう。1、はい、OK です。ではですね、グループ下の姿勢になっていただいて、股関節伸ばします。はい、 OK。 左、右、左、右、5、6、7、8、9、10、はい、 OK。では最後いきましょう。両手ついていただいて、膝が丸くつっても OK です。そのまま前に1、1、1、で後ろに下がります。1、1、でもう一度前に行って1、1、で足を持っていきましょう。1、1、はい、 OK。 ではちょっと水分を補給していただいて、トレーニングの方に移っていきましょう。ちょっと今日は全体的に刺激を少し入れていきましょう。まあ主には、胸周り、背中、まあ下半身とちょっと股関節周りも中心に少し細分化してやっていきますので、よろしくお願いします。お願いします。ではまずは腕立て伏せですね。ちょっと段階を分けていきます。両手をこのような形で肩幅ぐらいに開いていただいて、足膝伸ばしちゃいましょうか。でこのままダウン、はい、アップ。1、おいいですね。2、3、おー、いいですね。4、5、6、素晴らしい。7、はい、8、はい、9、ラスト、はい、OK。 あー、いいですね。めちゃめちゃ綺麗ですね。
OK です。じゃあちょっといつもだとちょっと内側やるんですけど、ちょっとお遊び的な要素をちょっとやってみましょう。さらにちょっと難易度を上げます。ちょっと広く、肩幅若干広くしてくれていいので、この状態でこのままいわゆるタッチして下がる。ちょっと滑りました。タッチ下がる。タッチ下がる。あ、そうそうそう。あ、惜しい、惜しいです。あ、惜しい。で、だいぶいいですよ。この状態で、このままだいぶいいです。このまま、今、こう、タッチしたら、このまま踏ん張ろうとしちゃってるので、下がっちゃえばいいんです。あ、そう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 。お、いいっすね。お、いい、いい。あ、3。すごい、すごい。OK です。反対できましたね。素晴らしい。すごい。今みたいな形で、ちょっと負荷を変えていく。そうです、そうです。そのイメージですね。そうすると、普通にトレーニングするよりも、新しい動作が含まれて、さらに上がった状態から自分の体を支えるので、より負荷がかかります。まあ、このチャレンジもちょっとやっていきましょう。でもすごい、できましたね。素晴らしい。僕が声かけて、こう、すぐ応用して変えられるのがやっぱすごいですね。だいぶイメージができてきてるので、OK です。そしたらちょっと背中やっていきます。こちらの前にちょっとウォーミングアップやっていきましょう。こんな感じで足座っていただいて、ちょっと前傾します。で、バンザイしていただいて、グッと寄せる。背中で引く。これまず順に行きます。はい。バンザイ。引く。2。バンザイ。引く。3。4。5。6。7。8。9。はい、OK。ではですね、ちょっとこれから、いわゆる後転みたいなのをやるんですけど、今の背中をちょっとイメージして、この状態で足をポロンとして、後ろに持っていきます。で、このまま、ゆっくり倒れていきながら、左の肩でも右の肩でもいいので、このまま倒れて、受け上がります。ああ、そうですね。惜しいですね。惜しい、惜しい。そのまま肩の方に力を抜いて、結構難しいんですよ、これ、実は。この状態で、このまま肩の方に乗って、抜くって感じなんですね。背中の意識です。あ、惜しい。あ、いいですね、いいですね。そう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 、そんな感じです。だいぶいいです、だいぶいいです。もう一回肩を押すっていきましょうか。背中の意識を作っていきます。ちょっと早いですね。あ、でもいいですね。あ、流れはいいですよ。流れは OK です。お、そう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 。あ、いいですね、いいですね。お、素晴らしい。次、こっち側に行きましょうか。左側ですね。そうです、そうです。あー、OK。あー、いいですね。あ、こっちうまいですね。右に流れちゃいますね。もう一回、音声ちょっと解除して、ミュート解除してやっていただいていいですか？はい、OK です。はい。
難しいですね。今みたいな動きは多分あの、どうですかね、中学生とか高校生ぐらいぶりなこう後転みたいな動きだったんですけど。そうですよね、やってみてからどうでしたか。体が思う通り動かないです。そうなんですよ。それがやっぱりそのいつも同じような刺激を入れてると体の使い方って分かんないので、その運動の減速的な動きがここの9個あるんですけど、いわゆる運動のなんていうんですか、基本歩くとか立つとかの中にも転がるっていうのがあるんですよ。なので機械体操とかでああいうのに取り入れたりもしてるんですけど、なるほど。今みたいに体にこうと、で及川さんだいぶ体の使い方が上手くなってるので、ああいう動きをちょっとこう入れてあげるだけでも体の血液が循環しやすくなって背中のイメージがつくので、うん、なるほど。例えばその、まあ、仮にですけど何かあった時と転びそうになった時とかも反応が早くなったりとか、うん、リアクションのこう違いっていうのがかなり出てきますので、うん、でそのマットの範囲で今できてたんで、動きが硬い方だと結構なんか大きくなっちゃったりするんですけど、うん、うん、それは素晴らしかったですね。なのでたまに今みたいに寝ながら転がったりとか、はい、ちょっとそういうのだけでも結構変わります。ちょっとやってみてください。わかりました。はい、OK です。じゃあちょっと続きいきましょう。次はですね、背中の意識をもうちょっと腹筋と連動して作っていきます。はい、こんな感じで足と手を伸ばしていただきます。はい、よいしょ。で、この状態で、あ、及川さん、甲の方がいいです。ソファー側に足を、あ、そうですね、持ってって、ソファー側に足を持ってっていただいて、どっちだ、今、マットに対して寝てるじゃないですか。マットですね、ちょっと90度ずれていただいていいですか。どっちでもいいです、頭。あ、そうですね、そっちで OK です。で、ちょっと足を伸ばします。で、このまま体を振って横に移動します。そうです、そうです、そう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 、あ、いいですね、いいですね、お、すごいすごい。で、反対いきましょう。あ、いいですね、そうそう、お、OKOK。 下半身はいいですね、OK。 で、もう一回こっちいきます。振って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 、はい、振って、はい、振って、はい、振って、はい、もう一度振りましょう。1111111、おいいですね、1、1、1、1、はい、ラスト頑張って戻りましょう。はい、もう一回1、1、1、1、1、1、もう一度、はい、OK。 これ今2往復しただけでも結構きついんですよね。いや、動かないですね。なぜかというと、手と足がこれ重機からかかると体幹だけで動かなきゃいけないので、このくねりをうまく使って体を動かすためには背中と脱力するっていうのが非常に大事なので、これは今非常に負荷の高いトレーニングになるので、これも寝ながらのトレーニングの一つとして30秒やるだけでも結構ハハハしてくるので、はい、やってみてください。はい、 OK です。ではちょっと下半身いきましょう。こちらもちょっと重みがアップになってやら、手を前に、で足をちょっと肩幅ぐらいにしましょう。で、この状態でつま先を30度ほど横に開いていただいて、このままダウン、はい、ですね、でアップ、1ダウン、2ダウン、3ダウン、4に親指が乗せないように、5ダウン、6よいしょ、7、はい、アップ、8、はい、9、
足を前に出す運動です。このまま前に。こちら足に体重をしっかり乗せて、戻るときは右の親指で振ります。そうです。左。はい、左で振る。右。右で振る。はい。おいいですね、ナイス。ウィン。はい、ゴー。よいしょ。はい、ナイス。バランス、グラス前に。はい、7。はい、8、はい、9、はい、踏んで、10、持ちます。グッド、1、ナイス、はい、2、まだまだ、3、4、ラスト1回入れていきます。よし。はい、頑張って。はい、OK! いいですね。前のランジ。しっかり足に乗ってましたね。前に出した足にしっかり乗ってる。っていうのがこれポイントになります。OK。ちょっと水分補給しながら全然構いませんので、はい、次行きます。で、次はかなり足をワイドに広げます。こんな感じですね。で、つま先も45度ぐらい開いちゃって OK です。手は胸の前。まず右足からいきます。こちら方向に、つま先の方向に膝を向かって折っていきます。で、どん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 アームしていって、足はこのまま左足に体重を乗せない。下げて下げて下げて、はい、アップ。はい、ですね。ダウン、ダウン、ダウン。はい、2。ダウン。はい、3。もうちょっと深くいきましょう。お尻を下ろす。はい、ナイス、4。5。はい、5。はい、じゃあ。6。ダウン。7。はい、頑張って。あと3回。8。体が横に流れないように。押し、9、ラスト、親指に体重かけないように。ああ、いいっすね。周りの股関節から曲がるようになってますね。素晴らしい。OK です。では今度、左足に体重かけてます。しっかりお尻でブロック作って、こっちに体重残さないように、ちょっと遠めにします。そして、左、ダウン。はい、アップ。そう。ふう。2。左の方がちょっと変わらないですね。しっかりダウン、ダウン、ダウン。いいですよ。うん。し。はい、前にこんなように気をつけましょう。はい、5。いける範囲で。ダウン、6。いいですよ。はい、ダウン、ダウン、ダウン。7。はい。ダウン、ダウン、ダウン。8。はい、ダウン、ダウン、ダウン、9、ラスト、はい、OK です。いいですね。いい感じです。全体的に今日はちょっと負荷をかけていきました。大丈夫ですか？ちょっと負荷高めでやってます。で、最後はあの3分間のやつですね。20秒やって、20秒やって、20秒やってっていうのをワンセットとして3セットやっていきましょう。腹筋、ちょっと追い込みいきます。で、一つ目は、プランクってやつですね。この状態で、膝、肘ついて、足を上げて、体を倒します。動かす。ああ、いいですね、いいですね。おー、いいですね。OK です。OK です。これが一つ目。二つ目は、足をですね、上げていただいて、まっすぐ伸ばします。で、ダウン。アップ。ダウン。アップ。繰り返します。で、最後は、バイクです。
はい、この3つでやっていきましょう。 OK ですか？ OK、 ではいきます。5秒前からいきます。5秒前、2、1、はい、スタート。よいしょ、いいっすね、ナイステンポ。お腹しっかり締めていきましょう。ゴーゴーゴー、向き合って足を上げてダウンダウン、20度ぐらい下げて下腹部常に締めていきましょう。ふう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 、いいですよ、ナイスナイス、膝曲げないで、はい、これでいきましょう。ゴーふぅ、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 いいっすね、ナイス、ふぅ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 、はい、ごめんなさい、あげます、下向きですね、いし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 、ふぅ、ふぅ、はい、ナイス、ゴー、はい、ゴー、よいしょ、で、OK、 よいしょ、はい、右手ダウン、アップ、繰り返してバイト、ちょっと早いで、ふぅ、はい、はい、ナイス、お腹、バイト、はい、はい、はい、こいで、ゴー、ふぅ、はい、ゴー、振っていきましょう、頑張っていきましょう。1、はい、1、はい、1、1、1、はい、10秒、はい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 、3、2、1、ラスト。いいっすね、ゴー、はい、ゴー。はい、はい、よいしょ、はい、はい、はい、やってないで、ふう、ふう、ふう、常にお腹を収縮、伸ばす、収縮、伸ばす、はい、収縮、伸ばす、はい、はい、頑張って、はい、ラスト、ふう、はい、ふう、ふう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 、はい、ゴー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 、あと10秒、よいしょ、はい、頑張っていきましょう、ゴー、はい、ゴー、ふう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 、あー、オッケー、お疲れ様でした。いやいいっすね、全開でした。では最後はちょっとクールダウン、ストレッチやっていきましょう。お願いします。ちゃんとアフターケアもしていきましょう。ではですね、両足伸ばして手を手をつけます。で、お尻引いて鏡に手を置いて、ポンポン手を伸ばしながら、こちらぐーっと、後ろを伸ばしていきます。はい、OK。で、今度は足広げていただいて、開脚ですね。で、このまま右手を左のつま先に向かってぐーっと遠くに向かうように伸ばします。脇も伸ばしつつ、裏と内側伸ばしましょう。はい、OK。 では反対いきます。呼吸を止めないように、OK です。では、ちょっ
ょっと股関節の前を伸ばしていきます。この辺ですね、付け根のあたり、右足を前に出していただいて、こんな感じですね。で、まず、その状態で左足を、膝をずっと下げます。膝を下げれば下げるほどここが伸びてくるので、で、ちょっと足が前に出ちゃってる場合は、右足をちょっと引きます。で、両手を置いて、そうです。で、左の足はペタッとついちゃいます。すね足ですね。そう。で、ここを伸ばしていって、左手を対角に伸ばします。で、手首を持っていただいて、ぐーっと引っ張って。そうすると、この付け根から伸びてきます。はい、OK。では、そのまま、右足を、どうですか？右足を、このような形で、膝を外に向けて、前に倒します。お、いいですね。そう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 。で、体をぐーっと倒せて、お尻伸ばしましょう。大丈夫ですか？はい、OK。では、反対いきます。左足前にして、右足の膝を後ろに。下げまーす。よいしょ。よいしょ。で、左足をちょっと後ろに下げて、自分手首に無理しない範囲でやっていきます。で、両手をまず置いていただいて、こうだけ体、おへそを前に出していきます。で、この前の付け根が伸びたら、右手を体側に伸ばして、手首を掴んでぐーっと伸ばしていきましょう。はい、結構です。じゃあ最後また膝を倒して、はい。お、いいですね。で、呼吸しましょう。はい、OK です。いい顔だったんですね。いやー、疲れましたね、今日は。まあ、及川さんだからこそ、ちょっとメニューに若干寄せてやりました、今日は。ありがとうございます。今日は以前こう、できなかったことだったり、その伸びなかったところだったりが結構伸びてきてるんで、体の調子は悪くないと思いますね。うん、ありがとうございます。で、フォームがすごい綺麗になってるので、あとはその負荷量をちょっとコントロールしていくと、さらにこう体の使い方だったり、柔軟性っていうのが上がってるので。で、やっぱり体の柔軟性が高くなればなるほど、血液の循環が良くなるので、まあ、いわゆる頭の柔軟性とかも上がってきますし、筋にもつながってくるので、まあ、時々、例えば寝てたりとか座ってることが多いなと思ったら、2、3分でもちょっと刺激入れるだけで変わってきますので、ぜひお願いします。はい。はい。ありがとうございます。はい。で、5月6日に、アベリティというイベントがあります。はい、9時から12時、その後30分ほど懇親会とかもやりますので、ぜひ、お時間取れれば、お仲間でも、お一人でも全然構わないので、よろしくお願いします。わかりました。はい、時間、遅れても参加も大丈夫ですか？あ、全然いいです。ぴったりにならないかも。途中出場、途中退出、全然 OK なんで。ああ。わかりました。よろしくお願いします。はい。はい、なので、お時間あるときにポチッと押してくれれば、参加できますので、よろしくお願いします。はい。あとは、あれはどうなんですか、金額的なもの、これから。ええ。なんか2回まで無料、あとはお金取りますっていう、ズームのやつも、今回のやつとかはいくら設定してるんですか、ちなみに。1回の料金では1000円です。あ、そうなんですね。ええ。で、1週間で、今は3000円でやらせていただいてて、はいはい、1ヶ月だと1万円って形です。お、なるほど。はい。すごいですね。破格ですね。はい。なので、まあ、今こういう状況なんで、やっぱり、体を動かすの重要性っていうか、なんていうんですかね、運動不足から先のことって今考えられないじゃないですか。うん、そうですね。で、その生活を続けたらどうなるのかみたいなところを、やっぱり、
ずっと座ってたら、どん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 内に入り込んじゃうので、まあ、今だけじゃなくて、体に先行的に健康に対して、今できるこの投資っていうのは、まあ、こうやってオンラインでつないでやっていくしかないかなっていうふうな形なので、うんうん、まあ、そこを通して僕もやっていきたいと思うので、後でちょっと資料を送らせていただきます。はい、あ、わかりました。はい。なので、そういう形でよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、今日もありがとうございます。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、行きます。